皆さんお気づきかとは思いますけども、一応、見ておきます。これはね、人質者のフェイクニュースですね。やらせニュースですね。安田純平という人がね、解放されたと。ね、人質に3年間もなっていたのにね、シリアの方でしたからね、あれ、あの辺で、囚われの身になっていたということなんですけども、それがね、解放されたというニュースです。ね、菅義偉官房長官は23日夜に緊急記者会見し、内戦下のシリアで2015年6月に行方不明になったフリージャーナリスト、安田純平さん44と見られる男性が解放され、トルコ・アンタキヤの入管施設で保護されたとの情報がカタール政府から寄せられたと明らかにしたと。保護されたわけですね。トルコで。安田さんはシリア北部で武装勢力シリア征服戦線、旧ヌスラ戦線に拘束されたと見られていた。日本政府はトルコ当局に確認を急いでいると。まあ、これで解放されたらしいですけどね。どうですかこれ、44。ね、44。ここに44と出てますよ。これね、44ですよ。これ、やらせのナンバーですよ。ね。なぜね、今、44歳になって解放されたかっていうところがね、意味がありますね。なぜかといえば、この44だからですね。41でと、人質っていうか行方不明になったわけですね。2015年6月21日、41歳の頃ね、シリアのイドリブ県ですかね、ここで、消息が途絶えたわけです。そしてね、今回、保護された、解放されたのが44歳ですから、ね。まあ、日付も、絡んでますね。今日は、今日というかね、この解放された日、10月23日ですから、123ですよね。そしてね、12を足すと3、そして3ですから、ね。10月23日というのはね、123で33の意味がありますね。33といえばね、フリーメイソニーの数字です。これはね、合計数ですね。この、2015年6月21日からね、行方が途絶えたわけですけども、これから、昨日の10月23日まで、2018年10月23日まで何日間あったかっていうのはね、差し引きすると、その日を含めますけどもね、1221日間だったわけですね。こういうのもね、33になりますよね。12が3でしょ。21が3になるわけですから。ね。1221、33に絡むわけですね。こういう数字が。そしてこの誕生日、ね。誕生日から222日目です。その日を含めてね。誕生日がね、3月16日です。ね。3月16日。これもね、大事なんですね。こういうふうにね、数字が、こういうトリプルになりますよね、うん。マジックナンバーですよ。こういうのはね。簡単にこういうふうには揃いませんから。数字っていうのはね。222。あ、これで6になりますよね。222で6になりますよね。それで44歳。今44歳になってますけどもね。3年間消息が不明になってね。この44というのもね、意味があります。4番目、アルファベット順で4番目、DD ですから。ね。これは死とかね、破壊とかそういう意味があります。よくね、やらせで扱われるナンバーですね、これね。それからオレンジ。ね、この、これ7月25日の、今年の7月25日の映像ですけどもね。オレンジ色の囚人服を着せられ、武装勢力メンバーと一緒に映ると書いてますけどね。このオレンジにもね、意味があります。後でそれ言いますね。それからこの安田純平、ね、
安田純平っていうのはね、数比で調べると何が出てくるかっていうと47が出てきますね。47が、これはね、ピタゴラスですね。ピタゴラスで47数比です。これっていうのはね、フリーメイソリーのね、直角定規とコンパス、これがね、シンボルマークですけども、この47、コンパスを開いた角度ですね。これがね、ここです。ここの部分ね。これがね、47あります。47度。ね。そしてこの安田純平。ね。47ですから。数比を合計した。ね。ピタゴラス数比ね。これで安田純平は47になります。ね。こういうのが一致するわけですね。47ね。それから、安田さんは3年間に及ぶ監禁状態で精神的、肉体的にかなり衰弱している。そういうふうには見えませんね。ねえ、見えません。もうちょっとね、痩せてないといけないんじゃないですか、ガリガリに。ねえ。もうちょっとね、ガリガリになって、顔色が悪くないといけないんですけどもね。しっかりしてますよ、これ顔ね。これは、今年の7月の映像でしたね。それでこの着ているオレンジね、IS なんかでもね、よく囚人、人質になった人たちがね、オレンジ色のこの囚人服を着てますけども、これオレンジっていうのをなぜ着るかっていうとね、これフリーメイソリーの33だからですね。色の中で唯一、オレンジっていうのがね、33数比になります。ね。これトランプですね。トランプなんかオレンジの、化粧をしています。これっていうのもね、メイクしてるのは、オレンジ色にメイクしてるのは、フリーメイソリーだからなんですね。ファンタなんかもそうですね。これヒトラーでしたかよね。ファンタはね、ファンタオレンジは、コカ・コーラ。ね。取り入れたのは、ナチスでしたよね。で、ファンタオレンジっていうことなんですね。そして、最近で言えばね、この、日田純也。で、日本のやらせ事件にもね、こういう、よくオレンジが登場します。必ず登場します。ね。この、クーラーボックスね。なかなかないですね。オレンジ色っていうのはね。だいたいブルーが多いですよね。ブルーとか白とかね。このオレンジ色のね、クーラーボックス、ね、これも33の意味があります。ね、井田純也の自転車。この上の方もね、ピラミッドの形してますよね。こういうのもやらせっていうことなんですね。フリーメイソンリーの。国連の枠の数ね。これ真ん中まで入れると33枠ありますね。仕切られてる枠の数33です。これね、G が真ん中ですけども、G というのはね、2巡目には33番目になりますから、ABC から数えてね。1巡目は7番目、2番目は33番目ですね。このアルバートバイクというのもね、これも33になります。最高回が33ですね。フリーメイソンリーのスコティッシュライトは33回が最高回ですから。それからね、これ、2017年4月16日、危険地報道を考えるジャーナリストの会が都内で集会を開き、政府に救出活動を行うように訴えたと。ね、この2017年4月16日、ね、この日はね、失踪した日から何日あったか。失踪した日からね、666日でした、これね。その日を含めますけども。こういう日にね、ジャーナリストの会、危険地報道を考えるジャーナリストの会とかね、そういうのをやってます。ジャーナリストっていうのもね、33数比ですから。ね。そして、これは昨日のニュースですけどね、無事に帰ってきて、テレビ見たと、安田さんが、ね、これ時事のニュースですけども、23時30分です。
シリアで行方不明になったフリージャーナリスト安田純平さんの母、幸子さんは23日夜、電話取材にテレビニュースを見てドキドキしている。ずっと待っていたので、無事に帰ってきてくれると思います。とかだった。最初から無事なんですね。最初から無事なんですよ。47数日。これは地元ネタですけどね。私の住んでる、周辺に、箱崎というところがあります。福岡市東区箱崎ね。ここで最近ね、放火犯がね、容疑者が、逮捕されましたけど、この人ね、川添勝と言いますね。47歳です。紫色を着てます。そしてね、この川添勝っていうのを数比で調べるとね、47になるんですね。これ47。ね、勝る川添。ね。47数比です。これはどこだったかな？これは。これはピタゴラスですね。ピタゴラスで、47になります。ね。年も47です。ね。まあ、どう見てもね、47歳に見えないですよ、この顔はね。50歳。50歳から60歳の顔ですね。私の考えでは大体思うのは、50、死後じゃないかと思いますけどもね。47歳ということになってます。この、福岡市東区箱崎であったね、この周辺であったね、連続放火の事件の、犯人とされる男ですね。川添勝。まあ、こんな感じです。まあ、他にもね、いろいろありますけども、この辺で終わりたいと思いますかね。もうやらせです。ね。こういう人質者、ね。前にも、後藤健二とかね、湯川春菜とかありましたけど、前にもやらせですよ。ね。実際のニュースというのは、そういうニュースというのはね、表に出てきません。ね。こういうやらせばっかりね。ニュースになります。ね。そこでね、またなんかいろいろ分断ネタになってますよね。分断炎上ネタです。こういうのをね、いつもね、仕掛けてきます。そしてね、こういうテロリストがいるみたいな感じでね、プロパガンダやってるんですけどね、実際のニュースっていうのはね、ほとんど表に出てきませんよね。本当のニュースっていうのはね、私たちの目にはね、届きません。ね。そういうことですね。ということでね、終わりたいと思います。安田純平ね。まあ、いろいろ他にもあるんですけども。とりあえずこの辺で今日は終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた。